ニコラジュゼッペラリーには、イタリア出身のレーシングドライバーで、元 F1 ドライバー。1986年、イタリア F3。1993年、ドイツツーリングカー選手権チャンピオン。1983年は、フォーミューライタリア。1984年は、フォーミューラアバートに参戦。1985年より、イタリア F3 に参戦し、 二年目の1986年にチャンピオンを獲得する。1987年は国際 F3000 と F1 にスポット参戦。F1 では第11戦イタリアグランプリ、第13戦スペイングランプリの2戦にコローニからエントリーしたが、地元イタリアグランプリでは予選落ち。スペイングランプリで最後尾となる26位で予選を通過し、 F1 決勝デビューを果たしたが、リタイアとなっている。1988年より、イタリアの小規模、チームオゼラのレギュラーシートを獲得。ターボエンジンを搭載する FA1 リットルであったが、他チームの自然吸気エンジンよりも非力であり、自然吸気 V8 エンジン車のライバルチームに遅れを、トリック戦が続いたが、ラリーには、 第3戦モナコグランプリにて9位でフィニッシュし、初完走。参戦した15戦中これが最高位となり、他の完走は2回。7度のリタイアに加え、マシンの戦闘力の低さ5度の予選落ちも期した。しかし、第14戦スペイングランプリの予選では14位という、オゼラのマシンとしては妨害の高順位を得る奮闘も、見せた。 1989年もオデッラに残留したが、この年の FA1M 写真も戦闘力は低く、感想は、第2戦サンマリノグランプリにおける12位のみ。他は、リタイア7回、失格1回、予備予選落ち8回を起死した。そんな中、第6戦カナダグランプリでは、悪天の中で一時3位を走行。また、予選で何度か10位11位といった上位グリッドにつけ、 才能の片鱗を伺わせた。また、サンマリのグランプリで負傷したゲルハルト・ベルガーの代役としてフェラーリーから声がかかり、640のテストに参加したが、ベルガーが早い回復を見せ復帰したため、フェラーリーからのレース出走はならなかった。この2年間、F1 の方はライタリアンツーリスモにも参戦。それぞれシーズン2勝3勝を挙げた。1990年は、 フランスのリジェニー席。コスアース DFR エンジンを搭載の JS33C は、速さは持たなかったが安定した、乾燥率のあるシャシーであり、この年は16戦前線で決勝に進出し、リタイアは3回のみと高い決勝乾燥率であった。決勝最高位は2度の7位と入賞に一歩届かず、この年もポイント獲得はならなかった。 イタリアンスーパーツーリスモに並行して参戦し、4勝でランキング3位となった。1991年は F1 新規参戦チームであるモデナと契約するが、チーム体制が弱く、モデナ291もメインデザイナーが早々と、チームを離れておりマシーンは熟成しなかった。7度の予備予選落ち4度の予選落ち。決勝不進出数では、OZ。 が在籍時以上という結果となったが、同僚のエリック・バンで、ポールの一度を大きく上回る5度の決勝進出を果たしている。この年並行して参戦したのは、イタリアン・ツーリスモであり、参照を挙げた。1992年は、レギュラーシートを失いフェラーリのテストドライバーを務めていたが、イヴァン・カペリが、第14戦ポルトガルグランプリ後に解雇されたため、 代わり第15戦日本グランプリと最終戦、オーストラリアグランプリの2戦に出走した。なおこの最終2戦はチームメイトのアレジと共に改良型の F92AT をドライブしたものの、ラリーにはアクティブサスペンション装着マシンをドライブ。実質はアクティブサスペンションを実戦でテストするために起用された。これまでと比較するとはるかに上位のチームからの参戦では、 あったが、この年のフェラーリは、不信を極めており、入賞は記録できなかった。日本グランプリでは、トラブルも抱えていたとはいえ、片山右京のカルベンチュリーラルースにオーバーテイクされる一幕も、あった。この年、主に参戦したのは、イタリアンスーパーツーリスモであり、9勝でチャンピオンに輝いている。1993年は、チームアルファコルセから、QDTM に参戦。 10勝を記録してチャンピオンとなり、同僚のアレッサンドロ・ナニーニと共に、ライバルのメルセデス・ベンツ CE クラスやオペル・カリブラを圧倒した。F1 では、この年もフェラーリでテストドライバーを務めたが、ダイソーの機会はなかった。1994年も F1 ではフェラーリのテストドライバーを務めていたが、ジャン・アレジがテスト中の事故で負傷。第2戦。 パシフィックグランプリ第3戦サンマリノグランプリの2戦に代走することとなった。パシフィックグランプリはスタート直後にアイルトンセナに接触指令修理タイヤとなったが続くサンマリノグランプリで2位に入り初入賞を表彰台で飾る。しかしこのグランプリは予選でローランド・ラッツェンバーガー決勝でセナの死亡事故が発生したのをはじめ ルーベンス・バリチェロの負傷事故など、後に悪夢の週末と言われたほど事故の相次いだレースだった。このため、フェラーリの地元におけるラリーニの2位もほとんど話題に上がらなかった。DTM には、この年もアルファロメオから参戦。4勝でランキング3位となっている。1995年もアルファロメオから DTM に参戦したが、優勝はなく最高位2位で、 ランキング6位と低迷。国際ツーリングカー選手権にも参戦し、1勝でランキング4位となった。1996年は ITC で2勝を挙げたが、ランキングは11位だった。この2年間も F1 では引き続きフェラーリのテストドライバーを務めていた。1997年は、フェラーリが型落ちのエンジンを供給していた円から、ザウバーの F1 シートを獲得。 6年振りのレギュラーシート獲得となり、開幕戦オーストラリアグランプリでは6位と最先の良いスタートを切ったものの、以後は低迷。予選でもジョニー・ハーバートの後陣を廃止続けた。結局、第6戦モナコグランプリをもって解雇され、ジャンにモルビデリにシートを奪われる形となった。以後は前年まで同様、フェラーリのテストドライバーを務めた。 1998年以降はツーリングカーレースで活動し、イタリアツーリングカー選手権、ヨーロッパツーリングカー選手権などに参戦。2005年からは世界ツーリングカー選手権にシボレーから参戦中、ラセッティ、クルーズを買っている。ありがとうございます。